どうも、メタルでございます。というわけで、さあ、スイレン奏詩の続きをやってまいりましょう。お狐様に話しかけるところからですね、なんかいろいろこの世界のことが分かってきたんだよね。なるほど、過骨にばらされたか。この箱庭がお前のものだとは気づいておった。ああ、やっぱり一番好きだ。今んとこ一番好きだ。かっこいいマジで。わしがこういうものを作る側だからの。 しかし自覚なく、アマツさえ他の世界ともつないでしまうその力。わしにも測りかねておる。お前は生まれたばかりだと言ったな。ならばお主の力は前世に起因したもののように思う。そして繋がるあやかしは、お前の前世で何かしら関わった者たちではなかろうか。俺もそう思ってた。で、やっぱそうだよね。あやかしばかりなのは、人間より力が強く共鳴しやすいからじゃろう。 特に人型に化けれるものは力がある証拠じゃ。お前がこの力を制御したいのであれば、その原因となっているものを知るのが良いであろう。このままではどんどん迷子が増えてしまうからの。そうじゃ、その力を望んで使えるか試してみてはどうか例えばこう、行きたいと思うところへ行きたいと願ってみてはどうかさせればいけるかもしれぬぞ。 行きたいいところはないかの記憶に関わるところへ行きたい力が欲しいまだ思い浮かばない記憶に関わるところへ行きたいだよねやっぱではそう強く願ってみるがよいうーん金色様金色金色だと思われるいやーやっぱり一番好きだな今んところやっぱり <laughs> で一番良心的だなやっぱあのー、出会ってきた中で一番やっぱりなんか優しいというかさてとここが刀がある自負で封じられていて触れない なるほどね。まあ刀を使ってさ何か戦ってたし刀の何剣の腕がかなり強いじゃんこの主人公それ多分ねかなり何重要なキーワードのような気がする霊気を感じるはいとりあえずこの先に行けるようだから行ってみようと思うまたなんか自負が貼ってあるおおなんだなんだここはまあこの主人公の何お誰かいる この主人公の記憶に、おーおーおーおお、やべえやつ来た、やべえやつ来たよ。一応調べてきたけど、これ多分ガランと読むのであろう。<laughs> こいつやべえよ。久々の生き物じゃ。おしやおしや。こんなところに閉じ込められておらねば、お前をさ、なんでもないぞ。いや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 、もうそれ最後まで言ってるのと変わらないからね、あなた。キ <laughs> わしはヨトキと呼ばれておれ。 あまたの血を吸って生まれたあやかししかしわしは刀から離されこんなところに閉じ込められてしもうたなあお主この封印を解いてはくれまいかええー、嫌だよ嫌だけど解かざるを得ないよなんかストーリー進む的にお前は素直で良い子じゃではここの札を剥がしておくれとは言いたいがこの封印は面倒でな札を守る自負がある二十字掛けじゃ お前の後ろに大柱があるじゃろそこにここの札と同じものがあるはずじゃ。うおーん、ちょっとしゃめっていいすかしゃめるわ。 喋ったわ。いや、喋ったけど、これは答え分かんなかった時に見るものとして、ちょっと記憶で頑張ってみよう、やっぱり。えっと、まず、一番上に棒線が一本あります。そのすぐ下に星があって、なんか微妙に角度がついているか。えー、そして、風の字の両サイドから下にかけて、なんか DNA の二重螺旋構造みたいなやつになってて、で、両端に丸が4つ。その丸の下に、えー、棒線が2本。で、えー、一番下になんか目玉みたいなやつ。うん、覚えれたかは分からん。それを剥がしておくれ。 しかし罠があるはずじゃ。違うものを剥がせば呪詛で大怪我するかもな。おお、怖い怖い。まあ、気をつけよ。お前が呪疚を切れるほどの刀を持っていれば話は早かったのじゃがな。例えばそう、わしの本体のような、あれは良い刀じゃ。あまたの血を吸いようとなった刀、呪詛もあやかしも切れる。それに比べてお前の刀では、わしを傷つけることすらできねえ。 <laughs> いや、お前マジで頭おかしいな。うーん、今までで一番キャラ濃いよ、お前本当に。うわ、いっぱいある。うふふ。ちょ、ちょっと待ってね。あ、簡単だわ、結構。一番左下のこれですね。棒線一本、星に、二重らせん構造、両端に丸が四つ、線が二本ずつそのサイドに。そして、えー、一番下に目のようなもの。これです。余裕。<laughs> いや、さすがにあれだけ暗記してればな。さあ、剥がしてきたぞ。 いや、でも、こいつの封印解いていいのかなあで、どうなんだろうねなんかさ、傷つけることすらできぬとか言ってたから、結構強い妖怪、あやかしなのかなこいつはって。お前は優しいやつよの。苦しゅうない。チコよねはい。まあまあ、イケメンではあるよな、確かに。まあ、かっこいいとは思うわ。いや、やっぱダメだ、こいつ。嘘 <laughs>。そこが良い。動くでないぞ。 ええ、何戦うの、嘘。ええ、なんでそうなるのー引っかかったの。思ったより面白みがないの。えーえええ、待て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 、お前。あ、動けた、動けた、動けたわ。めちゃめちゃ逃げられたやんけ、お前。 バレたかの。お前、それは引っかかるわ、お前。お前、全員が全員引っかかるわ、お前。このゲームやったら全員引っかかったと思う、今の。まずは、わしの刀を探しに行きたいところじゃが。体が鈍っておることじゃし、じーっと遊んでからにしようかの。なになに、戦、えぇ、ちょっとちょっとちょっと、わけがわからないよ。うわーあ、なるほどね。冷静に軌道を読みながら、こう、行けば行けば行けばいいのかこれ、まっすぐ行くのか おハロー、ハ e イユー。はい。え、これ、こ,これ何あい、ダメなんかい言ったじゃろうて。わしをその刀で切ることはできねえ。なるほどね。あの妖刀のもとへ向かうんだね。了解了解了解。で、あの妖刀で、この妖刀ならば、切れるんだね、あいつを。なるほど。えー、帯に何か書いてある。封じときたけば、この刀のな、しるせ。 この刀の名を記せばいいのだろうか念のため一文字ずつ記していこうまず一文字目はえー、えこの妖刀とあの妖刀の妖怪がイコールならあの妖刀の妖怪の名前ガランじゃないの絶対そうだよねはいええー、違うんですかーああここにヒントあったわお前 <laughs> お前10分ぐらい悩んでたんだけどバカみてえだな俺おいここにヒントあったんかよその刀はの名ははじめガランの読みで名付けようと思った その字として、ガランとガランの案があったが、私は校舎を選んだ。それは私の住む地の美しさと強さを称えたものだった。え、妻は山野の美しさを称え、ガランの字を提案したが、私は聞き入れなかった方。まあ、名前を付き合っていたということだな。しかし私の望む方のはいくから打ってもできず。やがて美しかった私の地は災いに見舞われ、そして戦が起こり、妻と子を失った。 私は絶望の中でその恨みを一心に込め、一振りの刀を完成させた。なるほどね、恨みを一心に込めて完成させた刀だから妖刀になったのか。その刀の名は、当初の案をもとに、読みを同じまま、一文字目をガと変え、二文字目をランと変えた。 なるほどね。ここに答えがあったもうそのまま答えだったわ。えー、私が死んだ後、争いと血を求める人々の手に渡っていき、やがてあやかしが生まれた。そのあやかしは、刀自体とは分離した存在であり、名も刀のガをガに変えな、棚をたとねててて、えい。血を求めすぎたあやかしは、刀とそれぞれ分け隔て、ここに封じられた。再び、この刀を解きたけば、刀の名を記すとよい。お前 <laughs> 答えがそのままことにこるつてて、えいはい、というわけで漢字が判明いたし、 しましたね、えー、この右下の一番右下のこのガ「ガ」ーと。 はい。なんかもう、謎解きでも何でもなかったね。ただ俺の注力がないだけでした。はい。<laughs> もうただ、なんか、俺がもう少し周りに気を使っていれば全然解ける謎解きだったね。もうつまない人は全然つまないような、はい。謎解きでした。というわけで、えこの用途を使うことによって、あのなんかちょっと頭のネジの飛んだ、なんか、やべえやつをぶっ飛ばすことができると、はい。まあ、悪い奴ではないような印象をなんとなく受けるんだけどな。なんとなくあいつは悪い,よいや奴やではないような気がするんだけどな。うん。はい。 あ、オッケー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 オーケちょっと、ちょっとセーブしていい <laughs> セーブオッケー。レッツゴー。え、防がれるな。防がれる。ちょっと背後に回ってみるか。頑張って。回れないね。回るいや、今回った気するけど。な、なにこれ。ど、どうしたらいいんだろう。あれああ、いけたわ。ああ、何回か切り合っていればっていうことか。<laughs> なんじゃその刀。わしが切られるな、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  な、ね、なでその刀。わしの刀ではないか <laughs> 急にギャグになるな <laughs> そうだよお前の刀だよ。どこかに封じられたと聞いておったが、容器を隠されていただけて近くに置いておったのか。しかしさすが、通りで切れ味が良いわけじゃ。こいつ、何意外と抜けてるところあるんですかあなた。しかしそこらのものなら、気を病み死ぬ足の用途。

あ、まあまあ、ヨーヨー島の何妖怪だからまあ持ち主が現れればまあ満足するわけか、そういうことか。久々に持ち主が現れるとは。わしが封じられる前の持ち主は、わしと同じく血に飢えた人きりじゃった。様々な持ち主がいたが、あれほど良い使い手はいなかった。気も合うから一緒に旅をしたの。水蓮、あやつは良いやつであった。 ああ、そうなんだ。やっぱり過去の知り合いであったんだ。なるほどね。あの、かく、何、過去一切りだった、この女の子。<laughs> やはりお前は他の場とつながる力を持っておる。うーん、かっこいい。もし水蓮池の噂が事実であれば、場所だけではなく時間や夢をつつようも飛び越えることが叶おう。まあ、焦る必要はない。時間はいくらでもあるじゃろ。何せ、あやかしだろ、だ、だ、でだ。で なのだからの疲れたろ庭でも散歩してくるがよいうーんかっこいいよ結婚してそういえば先ほどアジサイのものがお前を探しておったぞうーんなるほどあのアジサイの兄ちゃんもなかなかかっこいいよなお前のその方な嫌な感じがするのまあいきなり首絞めてきたあなたとどっこいどっこいだけどねさて何か用ですかシグレ 極楽はマホロぎって知ってるか俺たちみたいな鼻ええっはははっはっ鼻やかしいや人間の乙女にとっては天敵のあやかしいあいつは要するに誘惑男でだなないことはあたかもあったかのように嘘そ吹く言葉巧みに嘘でそれらしいことを言ってもしかしてそうなのかもって思わせて誘惑する詐欺しか何かかな全然そうじゃねえからな でもあいつにはまった人間の女はそのうち死体で見つかるんだあいつは狙った獲物以外には見えないだから他の人間から見ると自殺したように見えるまああかしからは見えるけどあいつが近づいてきても相手にするなそれらしい言葉を並べるがそれは全部嘘だからというわけでねこれから出会う妖怪があかしがどうやらそういうやつのようですねやっぱりお前さんの能力だって それだけの力だ。うまく使いこなせれば心強いぜ。かっこいいな。その力を有効活用できればいいのじゃが、誰か困っているものはいなかったかのそういえば、離れにいる獣さんはどうだったかのあ、なるほどね。あの獣さんの悩みを解決してやる時が来たかとうとう。なんか、なんかちょっとふてくされてるんだよな。<laughs> さて、顔上げろよ。二人組作れって言われて余っちゃったかこれ、深淵って読むのかな、名前は。 お前はなぜそうも俺に構おうとする。邪魔ならそう言えばいい。うーん、君が気がかりだからだよ。うん、変な奴だな。あやかしはあまり他者と慣れ合わないはずだが。俺が飢えているのは、俺が健子だからだ。犬を生きたまま埋めて飢えさせ、餌に食いつこうとした瞬間に首を離ねる。怖い怖い怖いええー、怖その一瞬の飢えと呪いの像が、強い地物とかす。 ほう、そうして生まれた俺は、ずっと上と、憎しみ、ねんねでちちちゅ。はい、恨みだね、これ。さすが漢字力がないことに定評のある男。恨みに苛まれている。俺を作った事実史に、復讐すれば。いや、したはずなのに、悪夢の中で動けない。これ自体が呪詛なのかもしれない。ほう、力になろう。過去の悪夢に、行けるというのか そうか、お前はどこにでも行ける力があるのか力を使いこなせればっていうのはそういうことだね <laughs> なるほどね、めちゃめちゃ面白いわ我らにもすがるならば、お前に頼むのも悪くないえ、かっこいいなこいつも,もどいつもこいつもかっこいいんだよ女に生まれたかったよ俺は <laughs> いやこれは本当に変な意味ではなく純粋にえおおおおど、ど 待て、全然じ、おーお,ーおー <laughs> 語彙力を失っている状況が飲み込めんよ。ここは確かにあいつ、俺を作った奴の屋敷だ。ほうなるほど。あいつは頭の足りない低級妖怪を通さないために小細工を施している。お前、今顔色が少し変わったな。お前も自術師に用があるのかわからない。なるほど。 生まれたばかりのあやかしか。ならば前世で自術師に恨みでもあったのかもしれん。生まれ変わっても魂は変わらぬそうだからな。ここの仕掛けは低能なあやかしよけだ。余裕すぎー <laughs> 余裕す、低能っていうかもう、もうそれ <laughs>。こんなんじゃ i q ゼロの妖怪でもたまたま通れちまうよ、お前。<laughs> はい。おっとまたなんか仕掛けがあるね。 ここは単純なカラクリ仕掛けだ。押せば降りる悪く。いや、まじ、このお方、いいね。押せば。<laughs> アホかよ。<laughs> え、こ、これは何なんだあ、なるほどね。え、これ、これ、謎解きか <laughs> ああ、ここら辺から少しだけ謎解きか。 スイッチがいろいろあるなこれを押すとどこが開いた今こっちを押すとそこが開くでここを押すとここが開くともうなんでもねえわ <laughs> もう謎解きでもなんでもなかったわいかにもという灯籠と壁の明かりこういうものは単純に同じに揃えるのが定石ではなかろうか ほう、なるほどね。お前 <laughs> はい、はい、わかったわ。おう、やってみるわ。うん。これでいけたりしねえだろうな、お前。あれいけない。なに全部つけてみるふ <laughs> あくんかーい全部つけたらあくんかい <laughs>、まあ、まあまあまあ、低能な妖怪ならまあ確かに心を全部突破するのはまあ確かに無理かもしれないな。ちょっと深淵さん、あなた今のところ一番優しい謎解きですよ。大丈夫ですか壁に何か書いてある。あの通りに動かすというところか。うん、なるほどね。分かったわ。うん。余裕か余裕かお前。<laughs> アホかお前。こう。こう。 こう。こう。え、違うんかーいえ、違うのなんであ、はい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 。はいどっちの、なんか、ここにもあったね。両端にあったね。了解了解了解。回れー、右、ピー、ピーと。はい。オッケー <laughs> 回れ、右なんかお前、小学校、中学校以来やってねえわ。はい。え、これいけたのか お前 <laughs>、簡単すぎー。そういえばお前の名を聞いていなかったな。極楽か。覚えた。俺は深淵。俺が俺に名付けた名だ。かっこいいと思うぜ。うん。ああ、ちょっと、お狐様の次に好きかもしれん。うん、お狐様の次に好きだわ。お前は、やたやという家は知っているか。代々呪術師をしている家で、 俺はそこのヤタヤ影野という女に作られた。これヤタヤでいいんすかヤタ夜なんすかどっちすかその家は幾人もの呪術師がいたが、そのうち噛みそうな気がしたは呪術師な。俺の生まれた時は、その影野とその妹の水蓮というものが筆頭だった。水蓮ここでも出てくるんかいやっぱり出てくるんかいその影野がこの向こうにいる。この匂いはあいつの匂いだ。 この先は俺の話だ。お前には関係ない。うん、なるほどね。でもここまで来て放っておくわけにはいかねえよな。っていうか何姉を倒しに。おー、目の前で姉が殺されていく。<laughs> はい。なんか、<laughs> 複雑な感情だけど、気づいてるんかな、主人公。あ,あ、お、お,じゃおじゃ、ま、お、お邪魔、おじゃ、お邪魔しまーす。あらまあ、なんてことだ。<laughs> かっこいいお前血がついてるけどかっこいいわ <laughs> 素顔見て <laughs> お前には感謝している。なるほどね、復讐を果たすことができたと。ここは俺の見ている悪夢の箱庭だ。そいつはもうとっくに死んでる。俺は過ぎた出来事の中で囚われている。それが俺の呪いなのかもしれない。うん。けれどお前のおかげで、それを終わらせることができた。感謝している。 うん、なるほどね。めちゃくちゃかっこいいやんけこいつ。<laughs> はい、というわけで。うん、なるほどね。うん、かこのかきさんとね、この健康の深淵さんがちょっと俺の中でいい勝負してるわ、俺の中でな。でも一番好きなのはやっぱりこのお方だわ。他者の世界にも飛べる力、さすがじゃ。しかし力を使いすぎると体に悪い、少し休んではどうか。ここの1階に小さな寝室があったはずじゃ。休んでくるとよい。 ああ体を気遣ってくれてるなんて優しいんだはい休みマッシュ一回って言ってたね、ここかなはいというわけで、休んだら休んだでなんか物語進みそうな気がするんで、えー、次回休むところからやっていこうと思います。はいというわけで見てくれよイケメンパラダイスだわ半分ぐらい埋まったね。ということで、えー、次回以降、えー、その半分もぜひ一緒に見ていこうではないかということでご視聴ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションに繋がります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。